プレイしたい曲の入ったフォルダを選んでボタンを押します。プレイする難易度を選びましょう。スキーやアイテム、効果音も変更できます。レッツグルーヴコースター。今回の曲の操作方法は、素晴らしいプレーなんでしょう。記録更新、お見事です。